丸太けの小鹿びたくブルブル震えながら手をついて、ここに神経通ってるんですよ、これ。これ。あ、ないない。聞いてる？うん。ちょっとこの絵面白いな、これ。え？はい、ストレッチ音楽人金子でございますけども、今日も派手な人来たね、これ。お名前と症状どうぞ。佐藤です。佐藤さん、はい、名前は普通なの？佐藤ゆかりです。ゆかりちゃんっていうの、はい、初めは膝から始まりました、うんうん、で去年の5月に多形性滲出性硬斑っていう皮膚の病気になってから、うん、はあはあ、症状が右足がすごくひどくて、はあはあ、足首が全部内出血したみたくなってしまって、そこから立ったり座ったり寝てても痛くて、うん、それを治していただきたく来ました。内出性硬斑っていう、うん、それは治ったんですか？それは今年もまた出ました。出たり出なかったりするってことですね。原因は不明。なるほど。で、若い女性がなりやすいって言われました。そこだけちょっとエビデンスがはっきりしてないんだなそれと膝痛は別ですか？膝痛は別です。膝は7年ぐらい前に仕事中にちょっとかがんだらパキって言ったんですけど、うん、それから前十字靭帯、後ろ、左右全部やられてしまって、やられたってのはどういうことですか痛くなっちゃう。常時右足を重心に生活をしてたら、去年その病気になってからその重心にしてた右足がやられてしまったので、うん、歩くときはいつでもビッポ。なるほど、うん、今は痛いんですか？歩くと歩く分には大丈夫です、うん、ただかがめません。正座もできません。なるほど。あと寝返り打つときに膝をこう、ね、ちょっとひねったりするときは痛いです。収録で仕事してて立ち仕事なんです。やめなさいそれ。だから足の痛いのはとてつもなく負担なのと、ね、あと道を歩いててもおばあさんに追い越されるぐらい歩くのがゆっくりなので、普通にサクサク歩けるようになりたいです。なるほど。今その足首とか膝とかは僕に会う前はどういった方向で直そうかなと思ったんですか？膝は整骨院、整形外科、整体とか行って見てもらってた。でも整形外科は痛み止めをまず飲む、痛いところを湿布をする、うん、で痛みがなくなったら、うん、リハビリをしましょう、うん、痛みがなくなったら痛みをする。痛みなくならないから先に進まないんだね。そう、はい、だから結局は仕事をそうやって収録でやってるから通い切れないじゃないですか、うん、で痛いままずっとこっちをかばって仕事をしてたら、今度右がそうやって去年やられちゃったから、結局はニッチもサッチもいかない状態で、もう常時痛い、寝ても覚めても痛い。へ、うん、え、何の負荷がかかってないのに足首痛いんですか？痛い時もあります。でも仕事はやってるんですよね。やってる。食べていけないから。でも立ち仕事だからなんか、そう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 、なんだ、悪循環っていうか直す暇がないですね。ない。足を車輪に変えたいぐらい。ちょっと何言ってこう普通にちょっと買い物に行くとか、ちょっとコンビニに行くでも。ああ無理無理無理。車に乗って駐車場までつけて、そこからカートを頼りに買い物をする。あ、うん、で痛い時は床に座っちゃうと立つのは、まるでの小鹿びたくブルブル震えながら手をついて立つ感じ。あ、床に座ったらもう立てないんだ、うん、じゃあ一番今治ったら何がしたいかって何ですか？もうサクサク歩きたい。なるほど。だからもうどうしても先生のやつに応募したいと思って何回も何回もメールを送りました。へえ、そうなんだ、うん、それでようやく。はい。あら、じゃあ嬉しかったでしょ。嬉しかった。で、私今月の14日に誕生日を迎えて還暦になりました。へえ、還暦なの、うん、それは見えないね。だからそれを機にもう本当に若返りらしくさっさっさっと歩きたい。はい、どうぞ。もうここまで来ると足首が痛いです。はい、 OK です。後ろに反るのはどうでしょう？後ろはまあまあ、はい、うん、まあまあすればあんまりいけないですよできる範囲でいいので、ここ和式トイレだと思ってしゃがんでみてください。はい、どうぞ。ここまで引く。 OK、 よースタート。よ、はい、確かに生まれたての小鹿みたいだったね。はい、どうぞ。はい、後ろに向いて、はい、どうぞ。はい、で還暦だと思うと、あれだんだん尊敬してきたな、これ。同じ年代の方はもう全然もっと年寄りっぽい人いません？わかんないわかんないじゃなくて、今考えてないんだべ。今頭の中、小学校3年生男子だから。ちょっと何言ってるあとこれなんですよね、気になるの。痛い痛い痛い。これ緑が好きなの？違う、なんか派手な明るい色。してこれ痛い？痛い。これ痛い？痛い。スカルパ三角痛いって。あ、スカルパ三角のとこに大体神経があって、
って、はい、その神経がギュッてされてるから痛いみたいな、ね、還暦還暦銀髪足首より膝の方が悪いですよこれ。どっちかっていうと、あいだだ、なんすかその全開パーみたいなこれ以上ないパーみたいなやめてもらいます。これ反りすぎなんですよね、なんかね、お腹出てくる人って大体反るんですよ。ってなんか実は足綺麗ですよね。まっすぐじゃない、骨格は綺麗なんですね。骨格上に乗ってるものが問題ですけど、ごめんね娘には卵マンって言われるなんだその滑らない話はこれ、ここに神経通ってるんですよ、これこれ、あ、ないない、聞いてる、うんこれちょっとさ、痛い、これおっぱこれ上げてくれる、これ、あ、そう、そうしてて、あ、痛い痛い痛い、はい、吸って、これあと一回いくからね、ちょっとね、面白いなこれ、え軽く吸って、ゲー、軽く吸って、こっから正面に戻してくる、そう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 、大きい、息吐いて、鼻で吸って、体を後ろに倒して、倒れる、後ろに倒れる、息止めて、お腹膨らまして、へこまして、下ろします、3、2、1、よっ、はい、前屈してください、どうぞ、わー、すげえ、すげえじゃん、なにこれ、せー、はい、反ってください、おー、いいんじゃない、さっきより言ってますよ、さっきよりは言ってる、オッケー、せー、はい、どうぞ、うん、いってる感じする、うん、あ、よかったですね、いいと思います、はい、よーい、スタート、スタート、あれ警戒だな、うっ、え、あ、警戒じゃないの、うん、警戒じゃない、今どうだった、足首が痛くないから立ってたいいじゃん、スタート、お、いいじゃない、前向いて、はい、どうぞ、いいんじゃないか、拍手、うん、いいんじゃないか、今どんな感じなんですか、足がプラプラするのは足首が少し減った、うん、減った、うん、で痩せる痩せないんじゃなくて、これもやっぱり腹筋がずれてるんですよね、こう背中反ったらさ、腹筋力入らないと思うね、うん、だからそういう感じのトレーニングを例えば僕のところに来て、まあ、やるのもよし、うん、まあ、僕のホームをもう一回見るなり、うん、YouTube 見るなりしてやっていくと多分良くなると思うんですよ、うん、腹筋のところは一切見てない、なんで、ちょっと待って、どういうことだって膝と足首が痛かったからなるほど、うん、あ、関連が分かんなかったんだね、そう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 、膝だから私お腹は関係ないと思った、うん、そこがね、神経ストレッチって考え方はもう繋がってるんで、うん、うん、もう暗記するぐらい見た方がいいってことね、もうそう、見てください、はい、でも還暦でもね、関係ない、体はすごく若い、すごく若いので、ちゃんとやることやっていただければまだまだやんちゃしても大丈夫そうなので頑張ってください、ありがとうございます、はい、よかったです、はい、ストレッチ予約に金子とゆかりでした、はい、ありがとうございました、よかったです、まだまだいけますよ、はい、金子たらしでございます、いつもご覧になっている方、ガチ検証やってみたいでしょ、ご自分のうちでガチ検証ができる本が出ました、いつも僕がやっている神経系ストレッチ、それをセルフでできる方法が載ってます、五十肩、腰痛、膝痛、股関節痛、いろんな症状あるでしょ、これを見て自分でガチ検証してみて、その効果が実感できます、ぜひどうぞ、金子たらしのインスタグラム毎日更新中、フォローしていただければ金子たらしの銀座でやっているリアルなストレッチ結果が見れます、ぜひご覧ください、それでは